はい、どうもスカイズワールドのスカイです。今回は前回の動画に引き続きまして、ユニバーサルスタジオジャパンのオンラインストアで購入させていただきましたお菓子類の詰め合わせセット、そちらの方の商品を紹介していきたいと思います。今回紹介するのはこちらの4品になります。では早速実食の方していきたいと思います。では4品目、こちらクッキーポチ袋、こちらの方を開封して実食していきたいと思います。はい、開封の方をしてみました。ポチ袋のデザインは全部で6種類ありました。エルモ、スヌーピー、ハロキティ、ミニオン、残りの2つはキャラクターが全員集合してるっていうようなデザインになってました。ポチ袋なので封を留める用のシールがついてます。そしてポチ袋のね、背面にメッセージをかける場所があります。お土産なんかで配るときにすごく便利ですよね。ではクッキーの方を食べていきたいと思います。じゃあエルモ食べよう。ポチ袋の中には2枚クッキーが入ってました。これまたデザインが可愛いね。こんな感じですデザイン。で裏にはプレインクッキーっていう風に書いてます。では開封。おお、可愛い、プリントされてる。可愛いしめっちゃ綺麗、すごい。本当だ。ではいただきます。美味しい。では私スヌーピーの開けてみよう。いいよ、デザイン一緒かな全部。あ、一緒だね。本当だね。はい、モアナちゃんの方もデザイン一緒でしたね。お味の方もすごく食べやすいプレーンタイプのクッキーで、ポチ袋に入っててお土産で人にね配るのにはすごくね最適な商品だと思います。ということで、4品目はクッキーポチ袋でした。はい、5品目はこちらスヌーピーのチョコインクッキーミニパック、こちらの方を開封して実食していきたいと思います。では開封の方していきます。はい、開封の方終わりました。デザインの方を見ていきたいと思います。1つ目、2つ目、3つ目、はい、デザインはこんな感じでした。では実際に食べてみたいと思います。じゃあスカイだから青で。ミニバッグの方にこんな感じで塗装されたクッキーがそれぞれ3枚入ってます。クッキーのデザインはミニバッグのデザインと同じものになってます。裏も一緒ですね、かわいい。では食べていきます。さあどんな感じのクッキーだろう。おお、かわいい。クッキーの形がスヌーピー、すごい。クッキーのデザインがスヌーピーのお顔になってます。めっちゃかわいい。では中でどんな感じなのかちょっと割ってみたいと思います。割ってみるとこんな感じ、チョコがたっぷり中に入ってます。ではお味の方ね見ていきたいと思います。いただきます。うまっ。チョコの味も濃いし美味しい。甘すぎ、うん、ちょっとほろ苦くて結構ビターで、チョコもトロッとじゃなくってなんかうまい感じにしっとりしてる、サクッと、うん、そんなチョコもめっちゃ硬い板チョコじゃなくてなんかベイクした感じの、そうそう、焼きチョコ、うん、イン焼きチョコ、そう、イン焼きチョコみたいな感じで美味しい。違うデザインの、袋も開けてみたんですけど、クッキーのデザインは同じでした。美味しい、美味しい。はい、5品目はチョコインクッキーミニバッグでした。はい、では6品目、こちらの柿の種食していきたいと思います。では開封します。オープン、ドーン。カンカンの方を開けますとこんな感じで三角錐みたいな感じでパッケージされた柿の種がたくさん入ってます。でお味の方は梅味と辛口醤油味になります。では最初梅味からいただきたいと思います。ではいただきます。美味しそう。
こんな感じです。いただきます。普通のサイズの柿の種。うん、普通のサイズの柿の種。じゃあピーナッツはないかな。うん、うん、ピーナッツはなし。めっちゃうめえこれ。ピリッと、うん、けど梅、少しピリッとするけど梅の香り酸味が勝ちます。めちゃめちゃ美味しい。これは酒のつまみだ。止まらないね。これは止まんねえ。めっちゃうめえわ。美味しい。いや美味しい。これ当たりだね。これは当たり。はい、では次辛口醤油、こちらの方いただきたいと思います。見た目はオーソドックスな柿の種ですね。ではいただきます。うん、あー確かに梅より辛い、うん、梅よりは辛いね。これは完全に酒のつまみだね。まあ、比較するとこんな感じですね。辛口醤油味をね一口で食べてみたんですけど、結構辛いんで、これはお子様向きというかはやっぱり大人向きなのかなっていうふうに思いました。ということで6品目はスヌーピーの柿の種でした。はい、最後7品目はこちらスヌードル、こちらの方を食していきたいと思います。まずねこちらのスヌードルなんですけど、すごくパッケージが可愛い。スヌーピーがね可愛いのはわかるんですけど、この背景がうどんのデザインになってるんですよね。これめっちゃ可愛くない？これ可愛いわ。そして今回のこのスヌードル、お味の方が柚子香る和風だしのおうどん、柚子パウダーがついております。こちらの方にスヌーピーとウッドストックのナルト入りっていう風に書かれております。可愛いですね。はい、ではこちらの方食べていきたいと思います。はい、箱から取り出してみました。こんな感じです。結構しっかりとしたサイズ感のスヌードルです。拳サイズかな。まあごく一般的なカップ麺の、まあ、大きさしてるかな。上蓋のところに柚子パウダーがついてます。では早速作って食べてみたいと思います。うん、で蓋を半分開けます。かわいい。めっちゃすすってすごい中もデザインがあるね。これは出来上がってから紹介したいと思います。素材の偏りもなさそう。そうだね、こんな感じです。もうすでにナルトがかわいい。これ揚げが入ってる。お揚げさん入ってます。ではお湯を入れて3分待ちたいと思います。3分経ちましたので蓋の方を取り外して柚子パウダーを入れて食べていきたいと思います。オープン。あ、かわいい。ウッドストックが丼鉢に入ってる。かわいい、かわいいね。ではここに柚子パウダーを入れていきたいと思います。こちら柚子パウダー。お、すごい。あ、すごい柚子の匂いわ、柚子すごい。こんな感じです。ではいただきます。うん、柚子うま、めっちゃ美味しい。具材の方は結構ね大きめのお揚げさん、ナルト、スヌーピーです。ウッドストックのナルト、奥さんの方がすごい分かりやすいかも。こんな感じ、めっちゃ可愛い。ネギも入ってるし、具材たっぷりで出汁もねめっちゃ美味しい。お揚げさんもしっかりな、甘いと。甘いよね。うん、きつねうどんの柚子みたいな。柚子と和風出汁がすごく合います、うん、めちゃめちゃおすすめです。はい、完食。これめっちゃ美味しかったです。めっちゃおすすめ。はい、ということで最後7品目はスヌードルでした。はい、ということで今回は2回に
分けてユニバーサルスタジオジャパンのオンラインストアで購入いたしました。お菓子類の詰め合わせセット、こちらの方を実食でいきました。ぜひ参考になればすごく嬉しく思います。また、おうちに笑顔とハッピーをということで、こういう企画をしてくれたユニバーサルスタジオジャパンさんにすごく感謝いたしますし、パークの方が再開したらぜひねお邪魔したいなっていう風に思います。ユニバーさんありがとうございました。はい、ということでこの動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録の方とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。